も見に行きたくなるのかな、うん、そうだから結構癖になる方たちもいらっしゃるっていう風にね、うんうんうん、で本当に1回目2回目見た時の感想も違ったりもしますし、うんうんうん、それは嬉しいですよね。なんかこう1回見てワッピに、うんうん、もうぜひと思ってでそう全部分かった上でまた見るともう細かいこう一人一人の表情のなんか違ったところだったりとか、あと私一個すごいなと思ったのが、はい、二宮の、部屋に飾られてる絵画、はいはいはい、これがそのアダムに神が命を吹き込むっていう絵画らしいんですけど、そのメッセージ性がね私面白いなと思って。そうだったんですね。そうなんです。そうなんですよ。そうなんですよ。書き換えいやだからなんか結構皆さんの感想とかで、うん、だからその予告、うん、愛する人に殺されるなんてロマンチックじゃないか、うん、の意味合いがあ、こういうことでもあるのねみたいな、うん、そうなんですよ、ことがあったりとかもそうだし、そっちになっちゃったか、そうそうそうみたいな感じだったりとか、だからそういった意味でその三池さんがきっと一度目見てくれた時のこの表面のある届きやすいものでキャッチしてもらって、うんうん、もちろん楽しんでもらえる映画でもあるけれど、うん、奥行きというのかな、うん、やっぱ何回かこう見ることによって見えてくるその奥行きをすごい楽しめる作品にもなっているな。だから映画ってさ、やっぱ公開中ももちろんそうだし、1回目2回目もそうだし、うん、やっぱずっと残るものじゃない、ね、10年も20年もその先も、うん、だそういったところでも何かこう自分の見る状況とか、うん、年齢とかによっても感じ方ってすごく変わる作品っていうか、そうですね、そうだよ、だって俺たちがさ、うん、おじいちゃんおばあちゃんになってもさ、うん、この頃の俺たちのこの映画がさ、うん、見てもらえるわけじゃない。そうなんですよね。映画って、まあ、ある意味私たちが生きた証みたいなものじゃないですか。いや本当そうよ、すごいよね、うん、改めてこの映画の持ってる力っていうのは、はい、我々も今現在さ何十年前の映画とか楽しませてもらったりするわけじゃん、うんうんうん、いやどういう風に育っていってくれるのかますますさらに台湾で、ね、上映が決まりまして、台湾の方にも見ていただく機会がね、言っていいのもうこれ、あ、大丈夫、 あ、びっくりした、あれ要確認、要確認、まあまあまあいろいろなとこで公開がまあ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 いいんじゃないですか、いろいろなところで公開も、うん、いろいろ我々今日喋ってましたからね、そうですね、ダジャハオ、まあますます広がりを見せていってくれたら、公式のね、うんうん、あの発表とかを言われますけど、今日はもうインスタライブというか特別スペシャルバージョンでお届けしております。はい、さあ7社いきますか、はい、もう一枚いっちゃいます、まあ、まあ大丈夫でしょう、じゃん、はい、はい、怪物の木こり見ました。最後は涙。この感情は何だろう。見終わったばかりなのにもうまた見たい、うん、じっくり何度も見たくなる映画です。いやでも同じ感じですよ ね、また見たいって思ってもらえるっていうのがやっぱりすごく感想として多いかなっていう、ね、この中毒性があるというか、うん、何なんだろうね、もう一回こう見たいなって思わせて、自分たちが出てるからさ、うん、自分たちの口から言うとなんかちょっとさ、あの宣伝っぽくなって嫌なんだけど、うんうん、本当そうなんだよ、でもなんかこうこれもコメントで見させていただいたんですけど、うん、なんか全ての登場人物がみんな主役級の感じ、うん、だから全部スピンオフできそうな感じがすごいするっていう風に書いてあったのもすごく面白いなと思いましたね、うん、もっと掘り下げられる、うんうんうん、まあ、やっぱ映画の決まった時間軸の中だからあれだけど、二宮とかに関してもさ、やはりその弁護士というところをもっと掘り下げて描くことも可能だったとは思うんだけど、そうですね、うんうん、まあ、欲を言ったらキリはないんだけど、うん、でもこのあたりもその映画のトータルの時間、お客様がこう見やすい時間であったり、そういうこともいろいろね、うんうんうん、考えて皆さん作ってくださってますから、はい、その血の描写であったりとかも、うん、まあ、なんかこうあまり構えずに、そうですね、ぜひ劇場にね足を運んでいただけたら嬉しいなと思いますよ、はい、まだまだ来ますか、はい、
う一回一応やって一応面白いな。こうですよ。こうなんでそんな広がる。あ、これだ。結構だからタイグワーってやってない。いや、そんなことない。俺が指あれなのかな。あ、逆かな。逆です。あの、そっちでもいいんですか。逆。え、でもこっちの方がもっと難しい。あ、本当ですか。これ何これ。あ、え、あ、え、こういうとこあるんですよ。あまり器用じゃないの実は。はい。テレレレレレテレレレ。見なきゃ損、うん、最初から衝撃受けて最後まで目が離せなかった。亀梨君はもちろんのこと、演者の皆様もうまいから演技に引き込まれて最後まで誰って騙された。うーん、でも今回結構さ、そういった意味でありがたいことですけど、はい、お芝居のことを結構言っていただく感想が多くないですか。そうですね、確かに。でも演技ってさ、うまいとか下手とか分かんないじゃん。うん、まあその好みもありますしね、うん、見てくださってる方の。だってこれプロモーションで監督とも話してたんだけど、うん、見ている方たちが、あ、この人こういう感情今、うん、嬉しいんだって、俺がさ、なんとかでって言ったらさ、うん、あ、嬉しいんだって捉えてもらう、伝えることのお芝居もあったりするけど、うん、嬉しくないのにって笑うこともあって、うん、でも実は嬉しくないんだよ、うん、のお芝居もあったりするじゃん。だからお客さんにこう届きやすいとか伝わりやすいが決してうまいとかっていうわけでもないじゃない、うん、そうなんですよね。っていうとドラマであったり、はい、映画ってそのなんか結構求められるお芝居の形が違うと。なんかこの辺のなんかコンテンツによってなんかお芝居意識変えてることとかあったりする、うん、舞台ってやられてる。私ないんですよ。舞台ないんだ。一度もなくて、うん、ね、あの機会があればね、うん、やってみたいなと思うんですけど。どう、映画とテレビドラマ。いやでも私そこまでなんか違うなってあんまり意識したことはないんですけどね。俺結構あんだよね。なんか、まあ、役とかにもよるんだろうけど、うんうんうん、ドラマとかのがやっぱり、うん、テレビとかのがよりちょっと伝える要素が非常に、セリフとかもそうだし、うん、やっぱ映画って映画館でこうやってみんな見に来るってこうやって見てくれるわけじゃん、うんうんうん、まあドラマもそうやって見てくださる方もいるけれど、うんうん、やっぱ何かやりながら見るケースもあったりとか、あ、そうですね、あ、この人今嬉しいのかな悲しいのかな、うんうん、セリフとかでもね、うん、映画の方がわりかしその辺が、監督も言ってたけど、お客さんを信じて大丈夫、うん、そこまで伝えすぎなくて大丈夫、うん、っていうこともやっぱあったりするのかなっていうのは。あ、まあ、特に野宮今回すごくバランスが難しかったのかなっていうふうにはすごく思いますけどね。確かに、うん、あんまりこうサイパスっていうのを大々的にこう、そうなんで出しすぎないようにっていうところ、見てる人には分かるけれど、うんうんうん、映画の中で生きてる子ではバレちゃいけないわけだし、うん、とかね、うん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 、その辺の確かさじ加減はあったりしたのかな、はい、うんうん、じゃあぜひぜひ、はい、サイコスリラーと聞くと身構えるけど、これヒューマンだよ。あ、うん、暴力的な描写は想像よりもソフトだったので、うん、苦手意識があって見るか迷っている方はぜひ挑戦してみてほしい。原作読んでたのにエンドロールで考え込んでしまった。今年の締めに心に残る作品に出会えました。嬉しい、ありがとうございます。皆さんこれね、なんかね、うん、いやいやどうせ弾いてんのも決まってんでしょみたいな思うじゃない、うん、いいメールが、メール、手紙がちゃんとね、うん、本当にやらせじゃないですから皆さんたくさん入ってますから。そう、これね、やっぱりこうビジュアル、こういうビジュアルだったりとか、うん、まあサイコスリラーって聞くとやっぱり、うん、ね、やっぱり身構える方多いですよね、うんうん、亀梨君もうちょい七尾さんによって切れちゃってる。俺はこうやってやって切れてる。その近く、すいません、お邪魔します。いや、苦手意識ある人はやっぱり、あ、じゃあちょっと諦めちゃおうかなってなっちゃう人はやっぱいますよね。まあね、うんうん、でもそこは踏み込んでほしいです。今回皆さんぜひ、うん、本当にそう、大きい画面でまた見てほしいんですよ。そうなんですよね。何言って、映画らしい映画なので、うんうん、もちろんテレビサイズになっても楽しんではもらえるとは思うんですけど、うんうんうん、
よりその環境の整った場所で、うん、ぜひね、あの音とかもね、あのこだわって皆さん作ってくださってますから、うん、想像よりソフトだったって思ってくださってる方もいらっしゃいますからね、うん、はい、うちの両親も見に行ってくれたんだけど、うん、なんかこのそのそういう風にちょっと思ってたんで、怖い映画みたいな、うんうん、でもあれもう一回なんかそういう先入観なしで見たいって、うん、メールをくれて、母がいつも誤字がめちゃくちゃ多いの、うちの母の LINE すんごい、ちょっと例えが今急に思い浮かばないんだけど、めちゃくちゃ誤字が多いんだ、ほとんど日本語になってないんだなので今回のこの怪物の木こりの感想に関してはちゃんと書けてたから、集中して書いてくれたんだろうなと思って、あ、そうなんだ、ありがたいですね、うん、ちょっとうちの母親の LINE ここで見せたいな、めちゃくちゃ重いんだよね見たいどういうことそんな解読不可能なんですか。なんとかしましたは大体なんとか済ませたになってるから、済ませた変換ミスなのか、タイプミスなのか、なんとか済ませた、9割方済ませただから面白いね、はい、まあ、頑張ってね、うんうんうん、あの年なんでこうしてくれてるはいると思うんですけど、うんうんうん、はい、はい、いきますよ、ダン、これは2回以上は見た方が良い映画、うん、1回目は展開にドキドキ、2回目からは分かって見るからこそまた違った気持ちになる、まあまさにそういうことですね、うん、我々も言ってるのは、うんうんうん、まあ、1回でももちろん楽しんでいただけますし、うん、そのやっぱ深みがある本当に、まあ、この辺は本当監督ね、ある計算をこう元に作ってくださってると思うけれど、うんうんうん、だからさ、世の中のこれね、うん、真面目な話になりますけどすぐ、うん、僕らもさ、パンって何か出来事が起きて、あ、こうだって思ってることって、うん、実は時間を置いて考えてみると、うん、違った側面とかもいろいろあるわけじゃん、感じ方って、ね、はい、だから人って本当に第一印象というかさ、その出来事も一瞬で判断できないよね、うん、本質って、はい、どこまで理解して生きてるんだろうと思うよね、うん、そこまで深く考えさせられる、うん、映画怪物の木こりでございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もう一枚いきますか、いきますか、コメントもね、コメントもね、ほんとそれ、うん、ほんとそれ、こんな何度も見れる映画初めてやっぱり二宮を見た医者が理不尽だったまあそれもそれな、そうだね、うん、レイトも、いやでもこれってほんと人間って誰しもやっぱり運を持ってるじゃないですか、そうだね、その運があるかないかで本当に人生が左右されていくんだなっていうのもすごく感じますよね、うん、いや本当よ、うん、どういう人に出会ってとかさ、うん、何でもそうだけどさ、そう考えると私ってめちゃくちゃラッキーな人間なんですよね、とはまあでもゲッターズさんとか占ってもらった時とか、うん、本当に芸能界でも、一番運がいいのが中井さんらしいんですよ、スマップの中井君、うん、中井さん、うん、その次ぐらいに運がいいらしくて、うん、すごいじゃん、はい、相当最強運らしいんですけど、うん、もう本当にね、いろんなもちろん人との出会いもそうですし、うん、お仕事でもそうですし、うん、とにかく運がいいので、へえ、いいな、はい、俺どうなんだろう、どうですか今まで、俺それこそ前回出演させてもらった映画で、うん、ちょっとこうホラーだったんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃ疲れやすいっていう例とかに、あだから塩と日本酒のお酒が入った日本酒が入ったお風呂に入った方がいいって言われてるから、うん、運がいいんだかなんだかよくわかんない、あでもでも運は悪くないよね絶対、我々ありがたいことに、いや悪くないです、ありがたいことに本当思うよね、この世界でこうしてね忙しくさせていただけてるっていうのは、ね、なかなか強運でないと、本当そうだよね、だ忙しいってありがたいことだよね、いろんなお仕事をいただいたりとか、ここまで来る道のりだったりとか、うん、やっぱり運だと思うんで、うんだよ、うん、だって何十万人っていう人が見てくれてたりするわけじゃん、映画とかもさ、そうですよね、すごくない、うん、ありがたいよね、ありがたい、ありがとうございます、皆様ありがとうございます、分かんない、ちょ TikTok 用って書いてあったからTikTok あまり分かってないんだけど踊るみたいな、あれ俺選んだ今、私が選んだの、 TikTok って踊るんでしょ、踊るが多いね、踊ったりなんか
やん、長め。サイコパスな弁護士が突然襲われ、連続殺人との関係が徐々に明らかに。これあのファナさん あのプロモーション文言じゃないですよね。亀梨君の演技含め登場人物がぶっ飛んでいて面白かった。ラストのセリフが印象的。あなたもそして自分もサイコパスの仲間になりうるかも、うん、キャッチコピーみたいな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にそう、うん、人間ってなんか秘めてるんだよ、うん、ただルールとかさ、なんか理性とかで屈と抑えられてる、うん、いや本当ですよ。リミット外して何でもしていいよってなったら多分みんなすごいことになっちゃいますから。どうする？で明日世界が終わるってなったら本当にみんなどうなるのかみたいなことでしょ、うん、あじゃあ、今からこの国はルールが何もなくなります、うんうん、皆さん好きにやってください、うん、どうなると思う？やばいよ、ね、とんでもないことになると思いますよ。あれ欲しい、これ欲しい、これしたい、これしたくないとかさ、うん、自由になったら、はい、まあ仕事する人は一人もいないでしょうね。ねえどうなっていくんだろう。どうなるんでしょうね。まあ、そこがすごい人間のすごいところでもあり。そうだよね。だからそういった意味でサイコパスってやっぱ共感能力だから、その辺がちょっと欠如している、うんうんうん、自分の目的達成というか、はい、そうやって生きたら楽しいのかな。いやどうなんですかね。でもなんかそういう医療とかもサイコパスな人がいろんなものをなんかこう開発したりとか、うん、手術だったりとかそういったものをなんかこうやり遂げていったからこそ技術だったりとか医療が進歩したっていうあの、ね、セリフがあったりとかもしましたし、うん、やっぱり時代を作ってる人たちやっぱり必要ではあったりとか役に立ったりする側面もやっぱりあると思うので意識的にちょっと思う時あるもん自分で、うんうんうん、なんかさ意見とか別に変わったこと言おうってことじゃないけど、うん、何か自分があこうこれがいいかなあれがいいかなって思うことって、うん、やっぱ今までにないことをやっぱやんなきゃなと思うこともあるわけじゃない、うん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 、バーンって言ったことがみんなえってなることでやっぱビビるじゃん、うん、誰も乗ってくんないと。けどそれをしっかり形にして先にあるこの未来で当たり前になることがやっぱカリスマと呼ばれてたりとかさ、うん、これやりたいんだけどこれどう思う？あ、いいですねって全員がなっちゃったらさ、うん、まあ、誰でも考えられる世界線なわけじゃん。で、ね、我々って本当孤独を持たなきゃいけない仕事でもあったりするじゃない、うんね、理解されないことを、うん、ある種当たり前に楽しんでもらえる感覚にしていくというかさ、なんかそれは頑張ろう。ついつい真面目になりがちなね。お酒入ってないんだけどね。ちょっとね。はい、ちょっとね、どうぞ。続きまして。お、長い。今日は、あ、初見の娘と一緒に怪物の木こりを見てきました。ありがとうございます。見終わってから2時間以上経ちますが、うん、会話がつきません。お、さらにはもう一度見てもいいよと。見て楽しんで見終わってからも2人で考察して楽しめてとても有意義な映画鑑賞になりました。ありがとうございます。これはありがたいお言葉。まあでも本当になんかこう考察したくなりますよね。そうだよね、うん、自分ではなんかこうあの見れなかった部分とか、うん、着眼点がちょっとずれてるところとかも、うんうん、他の人がこう見る目線でなんかこう会話を聞いたりとかするとまた新しい発見があったりとかもしますし、いや本当そう、うん、映画ってそれが面白いよね。いやこれこうじゃないああじゃないって話せるというか、うん、一つの同じものを見たものに対してね楽しかったで終わるよりかは、うんうん、いいですよね。また行った後ご飯食べたりとかさ、はい、帰りの電車車の中でちょっと話せたりとかさ、デート向きですよね。だからそうそう会話がちょっとなんか困っちゃう、どうしよう何喋ったらいいみたいな時とかに、うん、映画デート行っていい、ねで、この、そうそう、あの舞台挨拶も言ってましたキャっていうのもあるからっていうのもありつつ吊り橋効果吊り橋効果で、ちょっとなんかこうスリリングな時間を過ごし終わった後にご飯を食べながら、うん、こう考察をお二人でしていただくなんていかがでしょうか。いかがでしょうか。ぜひ、今年のクリスマス映画怪物の聞こえでスリリングなクリスマスぜひ。さあ、ということで、はい、たくさんのご感想ありがとうございました。ありがとうございます。
ハッシュタグ怪物の木こり見たキャンペーンはまだまだ映画公式 X で開催中ですので、引き続き皆様のご参加お待ちしておりま す。詳細は映画公式サイトをチェックしてください。僕たちもですねチェックさせていただいてますので、皆さん、はい、ぜひぜひご覧ください。見てますよ。さあ残り時間も少なくなってきました。コメントいきましょう。見たよ、昨日見に来ました。亀梨君側のアングルも好き。こうダブルでこう見てくれてる。イエイ。少しの TikTok。 TikTok わけのわからない踊り踊ってねえな最近。あ、今見てきたよ。だって、あ、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。出産前にギリギリ見ました。すごい、頑張って、ね、お母さんになってね。ねえ、ご自愛ください。体ねえ、健康管理しっかり。大好き、ありがとう、ね、みんな。Wi-Fi マーク出してだって。え？え？ Wi-Fi マーク出してだって。Wi-Fi マークって何？あ、なんだっけ、なんだっけ、どうだっけ、どうやったんだっけ。出てる出てる。出てる出てる。Wi-Fi マークって何？Wi-Fi。ああこれか。Wi-Fi。面白い。こんなスクショとかされても拡散されるんだよ。すごい仕事だよ。ちゃんと。昨日の夜ちゃんと伸ばしたのに。え、すごい。え、2歳の時からずっと大好き。ありがとうございます。土曜日見に行ってくれるって。あ、嬉しい。やっぱ土日にね、お客さん、こうなんか髪の毛すごいことして。化け物になれ、トゥーライラー。こんばんは。あれ、爆笑しました。ああ番組ね、ありがとうございます。だ番組も結構いろいろ、ね、ほらデートで見に行きましたって。わ嬉しい、ありがとう。最高、いいねいいね。おでこツヤツヤ。そうなんだよ、俺なんかさ油じゃないんだこれ。お、ツヤやか。なんかでもテカるんだよね。ツヤ形。あ、でもそうかも。こう凹凸がちゃんとあるからそこにキラッと。そう、でもなんか一生懸命クッと。いやもうだって38だぜ。だぜ、だぜとか我らも年齢ほんとだよ。最初に俺とあのちゃんと出会ったら何歳ぐらい。30ぐらいでしょ多分。そうだよ、7、8年前だもん。もうそうだよ、だってまだ25、6とかでしょ。そうです、そうです、そうです。10年ぐらい前ですよね。でしょ。いやでもさ、そう考えるとさ、え、芸能生活何年目。私15年です。だからそうってさ、15年、俺25年目なんだけど、うんうん、25年も15年も芸能界にさせてもらってさ、うん、こうやってさ映画とかでさドーンと大きい作りに自分たちが、うん、まだこう活躍させてもらえてるなんてありがたい話だよね、うん、ありがたい。ついついしみじみ、本当にありがたいなる年齢ですよ。皆さんのおかげです本当に、うん、今年はどうするんですか。ここからあともう1ヶ月切りましたけど、あったかいところに逃げます、ね、ちょっとね、やっぱ寒いから、そ季節柄その格好してると冷えるから体冷やさないようにね。僕もあっという間に1ヶ月残りね。あ、じゃあ最後に恒例のスクショタイムいきますか。はい、何します。むしろなんか欲しいポーズとかないですか。なんとかだぜってスギちゃんが言ってきました。なんとかだろう、だろう、どういうことだろう。さあということで、スペシャルゲスト今日はなんと来てもらってるんですよ。スペシャルゲストをお呼びしましょう。どうぞ。お待たせいたしました。ラリラ、はい、ラリラ、メリークリスマス、サンタクロースが来てくれました。サンタバージョン。じゃあまず TikTok の方からいきますか。スクショタイム、スクショタイム。あ、これで一応。あ、なんか逆のやつもあるらしいです。こういうのこうやってやって逆逆ほら、ハート、これハート、ほら、クリスマス、クリスマス、ぜひカップルで皆さん、ティリーン。下手くそなの、なんか手下手くそなんだよね。プルプルしてこれさ、コメント消さなきゃいけないんじゃない、スクショタイム。え、あ、そうなの、どうやってるんですか。コメントオフ、このそこ点々押してコメントオフ。コメント上から2番目オフ。あ、なるほど。クリスマス、クリスマス、はい。じゃあ、じゃあのどうする、どうしますか。どうします。じゃあセクシー、セクシー、ちょっと待って
ちょっとセクシーになってる。セクシーになってる。セクシーやって、セクシーやって。もうちょい、もうちょいセクシー。セクシー。おお、あ、手が、手切れて、あ、手が亀梨さんっぽい。手亀梨さんっぽい。ちょっと小指立ちがち。亀梨小指立ちがち。立ちがち。立ちがち。恥ずかしい。さあ、ということで、あっという間にもう30分経っちゃったということで、うんうん、ね、じゃあ最後コメント再開して、皆さんのねコメントを、はい、こういう風にやるのね。そうなんですよ、うんうん、いやもうお別れということですね。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。最後に一言ずつ、じゃあ一言。いや、なんかこうちょっとね、今日で一区切りと言いますか、そうですね、皆さんでのプロモーションは終わる、はい、ということなんですけれども、まだね、公開は続きますので、ぜひ皆さん、大切な方だったり、お友達だったり、恋人だったり、いろんな方とぜひ何回も見て楽しんでいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。はい、はい、いや本当に、ね、あっという間に時間が経って、もう2週間ぐらいですか、経つんですけれども、うんうんうん、皆さんの、ね、ご意見であったりとか、本当に大切なお時間をいただいてね、僕らが全身全霊で、作らせてもらったこの怪物の木こりという作品を、通して繋がれていることを非常にありがたく感謝しております。引き続きですね、みんなと一緒にこの怪物の木こりが大きく大きく育っていってくれたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひまた劇場でお待ちしておりますので、お友達、ご家族、恋人連れて一緒に楽しんでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。木こりさんからは、木こりさんから、木こりちょっと喋れない。あのね、怪物の木こりはね、めちゃくちゃ面白いからな、なんか某キャラクター見てほしいんだ。じゃあ最後にメリークリスマス。最後にドナルドやった方がいいんじゃないですか。リベンジ、リベンジドナルド。ちょっとドリンクもらっていいですかね。ちょっと喋りすぎて大丈夫です、まあ、ちょっとこんなもんでずっと喋ってるんで、後でいっぱいお水飲みたいと思います。皆さんね、水分補給もしっかりとね、寒かったり暑かったりしますから、体調管理しながらぜひ映画怪物の木こり楽しんでください。またぜひ劇場でお待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。映画怪物の木こりぜひ見てね。怒られる。だってこれどうやって切るんだっけ。どうやって切る。熱っ。これどうやって切るんだっけ。バイバイ。バイバイ。熱い。髪の毛がもう。ちょっと待ってな。はい、バイバイ。